使うことの喜びを。文録チャンネル、文録です。はい、今日はね、漫画。これ、漫画原稿用紙にイラストを描いてみようかなっていうね、そういう動画です。はい。僕ね、いつも文字を書いてきたんですけど、たまにはちょっとイラストも書いてみようかなと思いまして。うん。で、これね、僕がね、高校ぐらいの時に買ったやつかな。それずっと使わずにね、引き出しの中にしまってやったっていうやつなんですよね。うん。で、結構ね、これ万年筆にもいいんですよね。万年筆で書いても全然にじまないし、とてもいい紙なんですよ。うん。で、これがね、これも高校ぐらいの時に買ったかな。G ペン。うん。この G ペンっていうのはね、漫画用のペンですね。これ立川が出してる漫画用のペン先です。これ G ペンを使って書いていこうと思って。で、僕ね、高校の時にね、このペンで、これつけペンで書くっていうのがなかなかね、面白くって気に入ってはいたんですけど、まあね、これの使い方が難しくてね、使いこなせずに挫折してしまったっていうね、そういう経験が学生時代にありました。うん。なんでちょっと今日はね、挫折しないようにね、書いてみようかなっていうふうにね、そう思ってるんですよね。うん。で、こうつけペンはね、これ軽いですよね、ほんと。この軽さがいいですよね。うん。ほんと軽い。うん。で、一度浸して、こうね、書き続けるっていうのはね、それもいいですよね。で、これインクはね、これ、パイロットの証券用のインクを使いますね。うん。なんでこれを使うのかっていうとね、これ手塚治虫先生がね、これを愛用されてたってことでね、あの漫画の神様手塚治虫先生がこれを使ってるんだったら、まあ同じものを使いたいっていうね、そういう思いでこれを使っているっていうね、ことなんですよね。うん。で、証券用の他に製図用っていうのもあるんですよ。製図用の方がくっきりした黒い線が描けるんですけど、製図用のインクはね、ちょっと乾きにくいらしいんですよね。ということで、この証券用の方が乾きやすいし、にじみには強いのかな。色付けもしやすいっていうことでね、こっちの方が選ばれるようですけど、ただね、本当に漫画を描く人はこれ使わないですね。こういうアートカラーっていうね、これ、アートカラーって漫画、この原稿用紙作ってる会社ですけど、このアートカラーが出している漫画用のインクとかの方が漫画に特化したものなんで、漫画描くんだったらね、アートカラーのインク使った方がいいと思います。はい。僕はちょっとあくまでね、まあ、パイロットっていうこともあるし、手塚治虫先生が使ってたっていうこともあるんで、これを使って描きますけどね。はい。このアートカラーってね、もうこの漫画のね、世界ではね、こう、パイオニアらしいですね、これ。漫画原稿用紙のパイオニアって書いてあるんで。うん。なんで、漫画業界で言ったらもうアートカラーっていうね、メーカーは非常に知られたメーカーなんじゃないのかなと思います。はい。じゃあ開けていきますけど、でね、最近ね、娘がね、漫画教室、1日だけのね、漫画教室を体験したんですよね。うん。それで、まあ、ポケモンの絵とか描いてましたけど、その時にその漫画の先生がね、コミックで連載してる1話分のね、原稿を持ってきてて、で、その原稿をもう自由に見ていいですよって感じで置いてあったんですよね。あんな1話分の原稿用紙がね、ドサッて置いてあるのはね、初めて見たんで、しかも手で触っていいっていうね。うん。それでちょっとね、ああ漫画ってこうやって描くんだみたいなね、そういうのを間近で見たっていうのがあってね、うん、少し漫画に興味を持ったという感じなんですよね。うん。じゃあちょっと描いてみますけど、うん。で、これ顔料インクなんですけど、これね、ちょいちょいね、インクってね、使いながらね、こうね、足していかなきゃいけないんで、こう開けっぱなしにしときたい気持ちは分かるんですけど、開けっぱなしにしてるとね、水分がね、蒸発してしまうんで、やっぱりね、都度ね、蓋した方がいいのかな。これつけて、はい、こんな感じでね、つけました。今たっぷりつけましたよ。このね、G ペンもね、立川のね、この G ペンってね、
まあ、まずどう書くのかな、こう横縦と横こう、あれ難しいな、これ出ない、あれつかないぞ、うん、あれなんでつかない、よいしょ、つかないな、あ、ついた、うん、難しいんですよこれね、すっごい難しい、 G ペンほんと難しいな、このつかない時とかね、どうしたいのか、あ、でもかすれたな、あ、かすれる、ちょっとなん難しいな、ほんと、もうつかなくなった、あ、これ、あ、垂れた、難しいね、ほんと、これ普通にただ線を描くのですらね、うまくいかないっていうね。でこの G ペンの特徴は細い線が描けるんですよね、このこうすごく細い線が描ける、こんな感じで、でその一方でこう太い線も描けるっていうね、それがねこの G ペンの特徴なんですよね。うん、じゃあなんかこう人の絵とかね描いてみましょうか。どうでしょうね、こんな感じで、はい、切れました、インクが、ほんとすぐ切れるなこれで。ねこのね G ペンってね、ペン先にねペンポイントがついてないんで、結構ねカリカリするんですよね。なんで紙によってはね引っかかっちゃうんですよね。それが結構難しかったりするんですけど、なんかこうラインをこう引いていく、こうやってね、この黒だけでね、この色を表現するっていうのがね、漫画の醍醐味ですよね。黒一色でこうね、この線とかで色を表現する、うん、こんな感じでね、線だけで色を表現していくっていうのはね、うん、まあそれが後にね、そのねスクリーントーンに変わっていくわけですけどね、うん、手塚治虫先生はね、スクリーントーンを嫌ってましたね。こう手でこう描いていってましたよね。やっぱりこれ蓋開けときたくなる気持ち分かりますよね。これ蓋開けとこうか。うん、そんなすぐには蒸発しないだろう。でもプロの人はどうしてんのかな。これずっと開けっぱなしですかね。なんかドロドロになりそうな気はしますけどね。パンダってほんと可愛いですよね。パンダね、これね、この目の部分ね、よくね、この垂れ目でね、模様ついてくれましたよね。この垂れ目の模様ね、もしね、これ逆だったらね、ここまで人気者にならなかったと思うんですよね。うん。だから、この模様の可愛らしさね、模様でもね、もうなんかすでに勝ったような感じがしますね、パンダはね。うん。
線の強弱のつけ方のねメリハリがね全然わかんない。うん、どこをね濃くして、まあ、どの線を太くしてどの線を薄くするのかっていうね、そのメリハリがわかんない。うん、これでも面白いな、このねこのこうよくねな、この G ペンを万年筆につけるっていうね、そういう改造をやってる動画とかもね見たことありますよ。これだけね柔らかいペン先だったらね、ちょっと万年筆つけたら面白そうですよね。うん、ドワドワ出てくるし、まあインクの消耗も早そうですけどね。うん、面白いだろうなきっと。というわけでね、 G ペン、まあこれ使え、ちゃんとね使いこなせるようになったら面白いだろうな。うん、まあ僕はこれが精一杯かな。うん、まあ、そもそも僕絵描く人じゃないんで、僕はね落書き全部文字なんですよね。うん、だからあんまり絵を描く機会はないけど、うん、たまにこうして絵描いてみるとね面白いですね。うん、これ証券のインクの特徴なのかわかんないですけど、こうね指で触るとねデコボコしてんですよね。これ、うん、これその指で触った時に顔料がねこう紙の上に固まってる状態なんで、こう指で触るとそのデコボコしてるわけですよ。そういう特徴がありますね。そこがまた面白いところではあるんですけどね。はい、じゃあ今日はねこういうまったりとした動画でしたけど、まあ、たまにはこういうまったりした動画もね、いいかなと思っています。はい。ではまた。